はい、こんにちは。8月の17日木曜日の株と為替の売買シナリオでございます。現時刻でございますが14時55分というところで、あと東京株式市場日経平均株価の方が4分ぐらいで終了すると、現時点が 23,186円、 23,200円なかなか超えないというところで、ちょっと続落の雰囲気でございますけどもね、前場においてはやはり値上がり銘柄数に対して値下がりが非常に多かった、1300超えていたかと思いますけども、やはりジャクソンホール会合という言い方になるんでしょうかね、こうしたところでのポジション調整の動きがちょっと出てるのかなというふうにして思いますが、やはり昨日に続いて若干調整、その前までがずっと上昇してましたのでね、その辺の調整感があるのかなというふうにして見ておりますが、さてで昨日の、ね、米国市場においてニューヨーク市場においてでございますけどね、ちょっとこの辺のところが意外だったなというふうにして思うんですが、さてこちらです。ちょっとご覧になっていただければと思いますが、カンサスシティ連銀のホームページでございますけども、こちらに出ております総裁がエスター・ジョージさんと、前のイエレン FRB 議長と非常に仲がよろしかったタカ派ホーキッシュな方と、要は強気、利上げだとかそうしたところに非常に積極的で出した方なんですが、昨日何をおっしゃったのかというと、 2% 物価目標の 2% を上回っても現在の緩和姿勢というのはこれ容認する必要性があるんじゃないかと、景気回復がするまでは今の現状のままでいいんじゃないかというようなご発言をなされて、ドルがその時点、そのちょっともうちょっと後ぐらいからでしょうかね、じわ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 と全般的に売られるような試合になってまいりましたということで、今がドル円レートが今106円ちょうど挟んでるぐらいの水準感というところでしょうかね、今が106円のちょっと今丸2銭という水準ですけども、そうしたところの水準感までドル安円高が少し進んだというところでございます。さてで今夜でございますけど、改めてです、こちらのホームページをご覧になっていただいて、トップ画面のこのお知らせのところをクリックすると、シンポジウムアジェンダというのが出てますね、エコノミックポリシーシンポジウムアジェンダ、ここをクリックすると、こうしたスケジュール表が出てまいります。でこのスケジュール表を見るとですね、中部時間現地のジャクソンホール、避暑地でございますけども、ここの時間で8時10分、ニューヨークワシントンの時間で9時10分で、東京の時間に引き直すと夜の22時10分、夜の10時10分ですね、この時間帯に発表されるところでございますけども、どの程度まで踏み込みを見せるのか、ちょっと個人的にはですけどもね、微調整があるのか踏み込むのかで、3番目のシナリオとしては、私は大統領選挙があってあまり大きく踏み込まない、ないしは9月の FOMC があるので前倒ししてあまり大きなこう手の内を見せるの形はしないんじゃないかというふうにして睨んでおりますが、当然、パウエル議長の発言言動次第でマーケットがどのような形で反応するのか分かりませんので、今回の売買シナリオは上下双方向のリスクご注意していただいて、今回はこちらでご案内させていただきたいと思います。はい、まずはドル円からでございますけども、結論ありき様子見とさせていただきましたが、105円の70銭から106円の20銭で、105円の後半になってくると、やはりビット公的機関投資家ないしは輸入企業などを中心とした実需の買い意欲というのが指摘されているところでございます。で一方で上値においてはじわじわと下がってまいりましたが、106円台の前半がなかなか重いと、そうした時、今日さらには緩和志向を踏み込まなかったとしても、今回様子見とさせていただきましたが、ちょっとイメージしているのはやはりちょっと戻り売りの方が強いのかな、売ってみたい衝動に駆られるな、ただし105円の後半がどの程度まで硬いのかな、ちょっとそんなイメージで睨んでおります。その他でございますけれども、1時30分から GDP の改定値、米国の GDP 改定値だとか個人消費、あとは PC のコアデフレーターだとか発表されます。あと同じ時間帯ですけどもね、新規失業保険申請件数、こちらの方は少し数字の方が改善されるというのは見込みで出ておりますが、これはスルーして22時10分でまでマーケットはちょっと手控えるのかな、そんなイメージで見ております。はい、続きまして、東京金融取引所クリック株365日経225指数でございますけれども、こちらの方も様子見とさせていただきました。23,100円から23,325円、ポイントとしてはこの23,150円水準のところで、トリプルボトムつけておりますけれども、23,100円からぐっとこの上昇している150円まで上昇している上昇帯ですね、そして23,000円から23,100円までも同じく上昇しています。竹部のイラストそれぞれ2つ指してますけれども、この上昇
状態が維持できるのかどうか、ここがポイントというふうにして睨んでおります。でもし緩和志向を米国、パウエル議長が強めるような形であるんだったら、これは米国株市場にこれ当然プラスに反応してくるのかなというところだと思いますが、一方で23,300円台もなかなか超えることができないというところでは、緩和志向に期待してというところ、エスタージョージさんの話を素直に信じていくのならば、23,100円近辺で23,000円維持できるのかどうか、この辺の水準感でちょっと買ってみたいなというような衝動に駆られるところではございますけども、いずれにしてもマーケットのセンチメントとしては少し上値重さに対して23,100円の底堅さがどの程度あるのかどうかというところが、まあ大きなポイントになるというふうにして睨んでおります。繰り返しになりますが、こちら225指数の方においてもですね、為替マーケットと同様、やはりこの22時10分のジャクソンホール会合でのパウエル議長のご発言、ここがやはり大きなポイントになってくるというふうにして睨んでおります。お取り組みの際はですね、上下双方向、リスク管理の方はお忘れないようにお取り組みいただければというふうにして思います。はい、ということで今が15時2分になりました。マーケットの方が東京株式市場のは引けましたけどね、23,200円なんとか回復というような形を、今後、ちょっとその辺のところの動き、ただしちょっとやはり上値重さが気になるようなところの展開というのはずっと継続しているのかなというふうにして思います。繰り返しになりますが、今夜ですね、こちらの時間帯でございます、22時10分、この時間帯お取り組みなさらなくてもどんな結果でどういった値動きをするのか、そこだけはぜひですね、お忘れないようにチェックをしていただければと、取引画面内などでもチェックできますので、ぜひお忘れないようにリスク管理、お取り組み、リスク管理のですねチェック、再チェックの方を忘れないようにお取り組みいただければというふうにして思います。以上、8月の27日木曜日の株と為替の売買シナリオでございました。